食べてたの？今隠したお前。隠したの？食べてたの今。どれ食べてた？これは食べてた。食べてたの？食べちゃダメだったんじゃないのそれ？いいの？ダメなの本当は？ダッキー？食べない。ママがダメって言ったら食べてったの？ねえ。これや。パパが来たら隠したでしょ今。隠した？ね。信じろ。隠したの今。信じろ。それ食べちゃダメって言ったよね。信じろ。信じろ。それ食べちゃダメって言ったんじゃないママ。食べちゃダメって言ったでしょ。ダメや。勝手に食べたの？隠したでしょ今。パパが来た隠した。しんじゅ閉めて冷蔵庫。ずっと開けて見てたのそれ。食べちゃったんでしか見てたらダメだって言われたのに。見てるうちに食べちゃったの。しんじろ、見てるうちに食べちゃったの。ずーっと見てたのにどうしても食べたくなっちゃったの。ねえ、しょう？そうな人。ああやっぱりね、そうじゃないかと思って。でもママは食べちゃダメだって言ってたんでしょ本当は。ね、それでパパが来たら隠した人。ああやっぱりね、まあしょうがないか、正直だからね、嘘つかないから。でも本当は食べちゃダメらしいよ、信じろ。ものすごい勢いで食べてるけど。もうそこまで食べちゃったらね、全部食べちゃえばしょうがないよ。でも本当はダメみたいだよ。開けて。なんか、おかしいか。おかしいのはお前でしょ。食べちゃダメなのに食べたでしょ。ん？食べちゃダメなのに食べちゃったね。新次郎さん、どうしてだ。ずっと見てたら何？食べたくなっちゃったの？食べちゃった。なっちゃったの。食べないで見てるだけにしようと思ったの？本当は。いや食べちゃったの。うん。お前のやることを見ているとどうやら恐竜の生まれ変わりかな。カレンの机で鉛筆食べてやめて。日本の歯だけでかじってこする。頭をガンガン壁にぶつけて、痛い。戦う一人でもなるのかな。私たちの家族がもし恐竜だったら、お前はもちろん赤ちゃん恐竜、好きなだけ泣いてぐわーっと吠えたら疲れるだろう。ばったりおやすみ。いつもおむつに包まれてるけれど、みんなの愛にも包まれてるよ。だから信じろ。赤ちゃん恐竜、好きなだけ暴れて安心したら、今日もクタクタだろう。バッタリグッナイト。
くたくただろう。